はい、カメラマンの石山です。今日は7月の29日木曜日です。今日はですね、RF 100mmF2.8L、マクロ IS-USM というこのレンズの、続報なんですけども、LR60 が出たというところでね、前回のこの LR60 出ましたの続きで言うと、とりあえず問題なく今使えてますということで報告をしていましたけども、昨日ですね、キヤノンさんの方から、CPS さんの方から電話がかかってきて、連絡をいただいて、で、個体の方のですね、とりあえず、やはりLR60出てたというところで、現物というか現品のですね、交換という形で新品に、今日受け取りをしてきました。なので、以前の RF のこの 100mm マクロではなくて、今日新しく、受け取った100マクロですね。で、受け取りの時にですね、ボディも持って行ってたので、とりあえずそこでつけてみて、そしてスイッチも入れてみて、普通にちゃんとパッと出てきました。LR60 出て、その後なぜか急に使えるようになりましたっていうところから、基本的にはですね、問題なく使えていたので、一応修理扱いっていう形で、はこうやり取りはねしてたんですけども、今回の場合は修理ではなくてもう取り替えをしましょうということで、で、多分私が持ち、お返ししたやつはちょっとね、いろいろとこれから調べられるのではないかなというふうには思うんですけども、その辺はね、ちょっと私はもう手を離れているのでわからないっていう状況です。で、その時にですね、受け取りの時に、同じような LR60 のその報告って上がってきてますかっていうところを、ちょっとお話ししながら、雑談しながら聞いたところを、LR60 でそういう報告は今のところ、私の報告だけということになってます。なので、予約したいなと思っている方もちょっとね、私のエラ60のところを見てどうしようかなと思っている方は、多分安心して注文されても大丈夫だと思います。で、実際に購入しました、でも大丈夫でしたっていうね、書き込みいただいている方なんかもいらっしゃるみたいなので、たまたま本当に私のその手にした個体がLR60が出たのかなっていうところですね。これがね、頻繁にLR60出てますっていう報告がいっぱい上がってきたらね、メーカーの方としては大変なことになるわけですけども、そういうことではないようなので、とりあえず検討されている方もね、安心して、購入して大丈夫じゃないかなと思います。で、本当にね、写りもいいですし、1.4 倍ですかね、かなり寄れます。で、まだちょっとね、本当にこの、SA コントロール、これは使ってないので何とも言えませんけども、これね、ちょっと楽しみに使ってみたいなと思っていて、仕事でもですね、これはちょっと使える部分じゃないのかなというふうには思ってます。あとはそうですね、三脚座が今まだ注文してますけども、手元に届いていない状況なので、三脚座が早く、手元に来るといいなと思いながらも、手持ちで撮る分にはね、三脚座必要なく手ブレ補正もかなり効いているので、この状態で大丈夫かなというふうには思ってますけども、三脚使って撮ることも結構あったりもするので、そのためにも三脚座は欲しいなというふうに思っております。ということでですね、これからは RF100 マクロに関してはですね、積極的に使って、皆さんにね、見ていただけるような写真を撮っていければなと思います。ということで、ありがとうございました。